信徒たちは戸惑っているにょん。狂信の偶像様を信じて早3パック。次こそは偶像様が生かされるカードが来る。そう言い続けてもう9ヶ月目にょん。偶像様、人は神ほどご来生がないにょん。稲だって種をまいて7ヶ月で取れるにょん。それに加えて、邪教のゴンゲ、ゾディアックデーモンまで加担しててがつけられないにょん。迷える子羊たちは邪教とに流れるばかり。恐怖種、何かを言葉を。あがめよ。邪教をせよ。賛美。賛美、賛美。邪教、ダメ、絶対、今回追加された迫力のアイテールによって、デッキから偶像様を、直接呼び覚ますことが可能になった。偶像アイテール、5ターン目にお茶会を置いて、盤面を制圧、6ターン目にアイテールを使って偶像様をサーチ、加えてアイテール進化で盤面の除去もできちゃう。さらにさらに、アイテールの効果で偶像様の体力も1上がるので、多くの除去スペルの届かない、体力6の世界へと偶像様を崇めることができます。エンハサラブレが届かないのは厄介だな。原初の言う使いも多いので、5000ダメージは割と巻き添え対策されてましたからね。偶像を全てプレミアム化し、信仰心を高めた私たちのデッキ、ぜひその目で確かめてほしい。ゾディアックデイモンで邪教のゴンゲ飛ばすの強すぎ。ゾディアックデイモンでダークアリス飛ばすの楽しい。よむーと、とりあえず実況ですね。年内チャンネル登録20万目指してデッキ量産中。今回は新パックで追加されたアイテールに注目し、偶像確定サーチに使った偶像アイテールデッキ。ゆっくり見て。てね、何時は思念の綱、恐怖の架け橋。わー、何この茶番。撮影中にゾディアック邪教法を食らったウプ主の様子がこちら。あれやばいね。偶像もある意味空いているで安定感が増したが。さて、お相手は生粋のエルフィスト。気合の入ったスリーブで、エルフ愛をひしひしと感じますね。だが、信仰心の高いこちらのムーブについてこれるかな。と、ヨウムさんは申しております。確かに、先行重機からの距離割りは、反則レベルのムーブだな。ヨウム、先行を引けたのはラッキーだったな。いや、偶像様を崇めてしっかりプレイすれば高校を引くような、プレミをすることはなくなるとヨウムは申しております。高校を引くことがなくなるだと、全ランクマプレイヤーたちが偶像デッキを使い出すことを意図はなくなるぞ。そうなったら一体誰が先行になるんだ？みんな、先行になります。まっさかカーニバル？そのような祭りは存在しません。存在しねえのはその先行論だよ。相手は結構守備的なエルフなんですかね。イバラとリザだけ見ればそうも取れるが、何にせよこのタイミングのトラは取れないだろうし、まだわからんよな。こちらは着々と有利を広げていきましょう。偶像様をお迎えした際に、余裕で場に出せる環境、艦隊の心とおもてなしの心が偶像使いには必要です。おもてなし。そう、おもてなし。ご覧ください。このヨウムを、艦隊の心に満ち溢れた表情をしていますね。艦隊に満ちている気がするのは私だけでしょうか。そういう風に見える、そういうこともあるでしょう。だがしかし、それもまた一つの信仰なのです。キュベレイ、2ピック以外で初めて見たんだけど、このエルフィスト、新たなエルフの境地を開こうとしていますね。あなたーいたんですね。ああ、逃げてー。一旦審問されちゃう。逃げてー。キュベレイとか新緑のカゴとかで、フェアリーが気づいたらムッキムキマッチョになってるデッキですね。この前さらに妖精の調べまで重ねられて、あっという間に5のフェアリーが完成。無事ヘッドロックされてやられたので、今回はそうはいかん。5のフェアリーってもうそれギガントフェアリーじゃん。もうこんな感じのフェアリーが3体ぐらいいましたよ。森の妖精、所詮フェアリーと放置できない時代になりましたね。最近風神とかシンシアがご無沙汰だったから、ちょっと軽視気味ではあったよな。茨の森の一点が響くなぁ。これまたブリキがフェアリー進化でも相打ち取られますね。盤面的には有利なんだろうけど、これといって攻めてのない手札だし、攻めあぐねてるよな。ヨウム、これ勝ち筋あるんか。なんか、偶像出して勝つみたいですよ。奇遇だな。私もそういう勝ち方するんじゃないかなって思ってたわ。まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルトって顔してますもんね。そう言われるとそういう顔に見えてくるよな。しかしなるほど、ああやっていろんなカードで能力アップを図って、フトちゃんでドローしようって魂胆のデッキなわけですね。異端のエルフとは有罪です。ウィッチとビショップはほんとやりたいこと潰されるから、相手したくないんだよな。気づいたら盤面焼かれてるドラゴンさんとか、好き勝手やって引き殺していくロイヤルさんを忘れるな。あ、ちなみにこのスノーホワイト
ートプリンセスは、このデッキのキーカードとも言うべきカードです。序盤の盤面取りやすくなるから、8ターン目に聖杯を置いて、9ターン目に割れた杯から出てきた、リースや漆黒の魔性とスノホアを送って、10ターン目にアスタロと打つと高確率でスノホア残ってるんですよね。はぁ、リーサル用のスノホアだったのか。結構スノホア抜けっていう人多かったので、一応使い方の説明です。その上で他のカードにする人はどうぞ。お、ついに空いているが、1ターン遅れではあるが、今までだと偶像がまだ引けてない、空いているがあることによって、偶像が引けない事故がほとんどなくなる。ほんとこれだけで偶像デッキは強化されたよな。偶像確定サーチにするために、偶像以外のフォロワーが、次点で鉄槌の僧侶になっているので、偶像引き切るとやばいですけどね。ただ、本当に空いているから出す偶像のムーブは、これまでの偶像とは比べ物にならないほど安定しているので、もし、手札に偶像、空いている両方あるなら、5ターン目の偶像数置きはよほど余裕がある時以外は見送って、6ターン目に空いているから出す方が圧倒的に安定する。と、ヨウムは申しております。まだ立ち直らないのかよこのポンコツは。ところで、空いているはなんでビショップカードなんだ。どういう意味ですか？いや、こういう天使系のカードってニュートラルカードの養分じゃん。ルシフェルとかリリエルとか、ガブリエルとか。空いているは天使っぽい見た目ですが、実は天使ではないです。守護神なので、神様の部類ですね。あ、そうなんだ。ちなみにどうでもいい知識コーナーですが、天使とは神様の使いであり、神様は基本天界から人間界に降りてくることはできません。よって、人間界に降りてきて神様の代わりに働く身分のものを天使と位置づけているわけですね。つまり空いているの呼んだ偶像は天使だった。いいえ、この場合厳密には偶像様が空いているを呼んだという解釈になります。そして空いているさんには盤面が足りないのでご退場いただきましょう。呼ばれたのに扱いが雑すぎる。相手の盤面に、風の髪を語る魔女がおりますので、神魔冤罪裁判所で異端審問開催です。自分で冤罪裁判って言っちゃってるよ。一審、無罪、なかなか優秀な弁護人がいたようですね。弁護人審だけどな。打楽器を生じぬ上訴第二審、これでどうだ風の魔女メガー速報。無罪、なかなか優秀な弁護団であった。しかし夫人は生き残ったが、この盤面はひどいな。ドリームラビット偶像だけでも相当厄介ですからね。今までは偶像が引けずに盤面を圧迫しがちだったウサギも、空いているのおかげでようやくその任を全うできる。この無限ウサギ地獄が邪教のゴンゲとの差別化点だもんな。邪教のゴンゲとのミラーマッチは、ほぼ確実に負けますけどね。向こうは手ミス打ち放題、冤罪裁判で偶像余裕で狙い撃ち、あげくゾディアック邪教法が偶像動物園がなければ顔面に届き放題、ある意味天敵だな。エースロイヤル相手にするよりきついですね。さて、もうここまで来れば詰め将棋、二度の審議を逃げ切った風神ですが、もはや裁判など必要ない、裁判など甘かった、異端審問にかけてやりましょう。異端審問にかけられて助かる方法なんかないんだよな。グッバイ風神フォーエバー。いや、このウサギほんと面倒くさいな。録画中も大活躍で失踪ビショップやらフェイスロイヤルが、このウサギの前に膝をつきまくっていた、と、ヨウムさんは申しております。これはなかなか期待のできる偶像会、引き続きヨウムさん、よろしくお願いします。さあ、ヨウムさんも乗ってきたところで2000目ロイヤルです。さすが信仰心の賜物、やはり高校は引かない運命。なお少し前に先行ロイヤル様に4ターンで HP を11削られる失態。まさか食いぶれさん連打されるとはな。こちらの信仰心とは関係のない場所での負けなのでノーカンとします。ということで、やや自覚のない手札に困り気味のヨウムさん。これで重機でもあれば素晴らしいハンドだったんだが、果たしてお相手のロイヤルは、敵だけは1ターン目必ず1コストを使う法則を持っているのか。特にそれ、ビショップの栄翔聖なる願いで感じるんだけどさ、なんで毎回みんなあれ握ってんの。信仰心ですかね。確かにエルフとかロイヤルは複数種類1コスト入ってるから、6枚ぐらいある中の1枚を使うってイメージですけど、ビショップって必ず聖なる願いを願ってきますよね。最近は聖堂の天球儀もあるから、その印象弱くなったけども、遅れてやってきました天球儀。てかやばそう。序盤からがっつりアド取られてるな。先行でテンポ取られたら負けってそれ一番言われてるから、遅いけど、とりあえずこの重機でなんとか巻き返しましょう。5ターン目にはお茶会もあるし、HP 半分は残りそうなイメージ。この状況においてヨウムさんも全く動じていませんね。ふむ、全く微動だにしないメンタル。これが神を信じてやまない者の姿勢か。言うて次のターン、気高き距離でテンポ取り返せそうですしね。やはり強い、重機の距離。お茶会を2枚握っているのもなかなか、5、6ターン目の動きとしては悪くないかと。ここで相手は定番の3ターン目失踪。ノービスだけでも強かったのに、ジュリエットの追加はでかいよな。失踪ロイヤルが潜伏抜きで作れるようになりましたね。特に円卓会議からジュリエットを確定サーチできた時が、今までの5コストスペルのトランプ召集に比べて、打点が3上がってますからね。あがめよ。ひとまず落ち着いてトレードか。
トラさえいれば次相手はトラをトレードするだろうし、その残ったやつをスノホアで取ると、ヨウムさんは申しております。さらにお茶会、そして6ターン目には偶像とウサギか。素晴らしい進行の形ですね。ヨウムさんも余裕の表情です。クイックブレーダー、これ1ターン目に引かれると、相当ヤバかったよな。あ、これ顔面削る気満々ですね。エースロイヤル、その名は飾りじゃなかったか。いや、これ進化切られると結構まずくないか。そこまでのヤンキーではなかった様子。まあ進化切られても、お茶会でなんとか、こんなに追い詰められている。なのにヨウムは、眉一つ動かさないなんて。言うて全部トレードできて、フォロワーのヘルスも良好。盤面楽天と言っても過言ではないのでは、圧倒的にはなったな。相手のハンドもまだ1枚だし、階段も発動までには少しある。5ターン目でヤバいといえば、ルミナスメージですが、それもフェイスロイヤルにはあまり入らない。円卓会議か、トランプナイトか、もう相手はこっちが相手の顔面削る前に、削り切るしか勝ち筋ないから、ヤバいのは円卓の方だな。だがしかし、その相手にドンピシャで刺さるのがこのウサギ。偶像ウサギは今流行りのロイヤルや OTK ウルフを、ことごとく絶望の淵に叩き込み、信者拡大に貢献していると聞きます。ふむ、あまりシナジーのない2枚。完全に息切れだな。さらにはジュリエットを2枚使ったので、ジュリエット会議もあまり怖くなくなった。これにはヨウムさんも心なしかにっこりしている気がするな。そうですね。心なしか口元が緩んでいる気がします。それでは行きましょう。A 賞、偶像は白ウサギの夢を見るか。あ、ちょっとそれかっこいい。信者が増えそうだな。相手がフェイスで、しかも次ジュリエット処理すると階段ドローも入るので、もったいないですけど、偶像に進化切らざる得ないですね。アルビダとかドローされたら、一気に5点持ってかれるからな。ここは油断なく偶像に進化切って、ウサギ出すが正解だろう。ビショップやヴァンパイアだと範囲除去が多いので、進化切ると裏目に出ることも多いですがね。まあロイヤルなら進化切った方が有利に働くでしょう。おや、ヨウムさんの様子が、進化を切らない？これはプレミか？いいえ待ってください。今うちのチャンネルで流行らせようとしているワード。それは、ヒヤリハット。負けなければプレミじゃないというケソシの暴論からたどり着いた結論。つまり、このフェイスをさらに削られる進化切り損ねも、なんかすごいバフモリモリにされてめっちゃ顔面詰められるこのプレイも、負けさえしなければプレミじゃない。ヒヤリとしたシーン、ヒヤリハットなのです。ヒヤリハットとは、ヒヤリとしてハット気づくことが語源という、いかにも英語の単語と思わせたただの擬音語だという豆知識もプレゼント。飲食や、介護、教育の職場ではヒヤリハット報告書というものまで存在するとか、この進化切り忘れは報告書に書いておきますね。さて、いよいよ HP5 は何かの事故で削られるレベルだな。例えばエンハンスアルベイルとか、アルビダ進化も5点出ちゃうので、守護1枚では全く信頼ならないですね。にもかかわらず、ヒヤリともハットもしていないこの表情。もうね、こいつ寝てんじゃねえかと奇遇だな。私も5分ぐらい前からそう思ってた。盤面はひとまず偶像裁判官による冤罪裁判により一層、守護が一体、ブリキ2体か。ふさぎ込みで次のターンリーサル見えてます。相手は意地でもウサギを一旦倒さないとダメなのか。やばいのはアルベイルからのケンタウロスヴァンガード。あ、もしかして今いらんこと言っちゃったか。あ、進化まで使った。まさか渾身の一振り。ヒヤリハット報告書ではなくプレミ報告書が必要だったか。と、相手どうやら諦めの進化だったみたいですね。絶対今負けたと思ったが、キーカード1枚足りなかったか。しかしウサギが消えたせいで1点足りない。まあここは丁寧にトレードして地道に削るしかないな。進行心でトップから引っ張ってきた聖杯を割って、アルベイルも処理、そして盤面優勢。漆黒の魔性が出れば進化でリーサル。さあどうだ。はい残念、ただブリキが高確率で生き残るでしょうし、なんとか勝ちといったところですかね。今期は偶像動画出すの早かったな。社長のゴンゲの登場で、リスナーさんたちが騒いでいたので、これはプレミアム化してこちらの態度を示しておかないとダメだなと。ただマジレスすると、現状ゴンゲちゃんの方が強いですね。空いている偶像は今まで通り偶像進行する人には圧倒的強化です。今後もちょっとデッキ研究強化を続ける意味でも早めに動画出しました。といったところで今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。イリアちゃんかわいいな。年内チャンネル登録20万人目指してます。ぜひ左にあるチャンネル登録ボタンから登録お願いします。右側にはこの動画を見た人へのおすすめ動画をピックアップ。まだ見たことない動画はあるかな。今年の8月にできた草の人ファンクラブ GGF も興味のある方は動画詳細文からぜひよろしくお願いします。